そっからまた学校のことやって1時2時に寝る。大変。おはようございます。明治大学政治経済学部経済学科3年生の中原和義です。今日は朝一での撮影をちょっと一人で任されて自撮りをしてます。朝一番でちょっとインターン先に関わるちょっとミーティングがあるので、そのミーティングに臨もうかなって思ってます。じゃあまずシャワー浴びてきます。はい、ちょっと今からあの撮影チームの方と合流しに代々木の方まで電車で行ってきます。今日はこの後はまずカフェ行こうかなって、作業しようかなって思ってます。行きましょう。夏休みもこんな感じの過ごし方だった？夏休みも、うん、もっとこんな感じだったかも。わお全然休んでない。全然入れるかな。電気じゃあ入ります。今から何する？今からゼミのなんだろうレポートみたいなのを1000字ぐらいかな書かなきゃいけないから、パッて終わらせてランチ行こうかなって感じです。今やってることに何個あるの？いやでも学校でゼミ長やってるのと、あとインターンと、あとはまあ学外のプログラム、育成プログラムみたいなのに参加してるぐらい。3つじゃあどうぞ作業してください。はい、そろそろ行きます。お、今何時だ？今11時52分なんで、ここから歩いて新宿駅に向かいます。はい、何食べに行く？シャクシャク。わー、どんな感じ？就活？なんか夏インターンまあ終わって、ちょっと企業もうちょっと落ち着いた頃だから、まあ、改めて自己分析して秋冬インターンぼちぼち出しつつ選考に備えてるっていう感じかな。こっち。マジ来た。うまくいってる。やっています。お願いします。お願いします。じゃあちょっと軽く紹介を。今同じ大学3年生でインターンをまあいろいろ頑張ってる浅井幸代ちゃんです。あ、こんにちは。インターンはどんなことしてるの？2つが大手の方で、1つはマネジメント。ここに最初せーので、うまっ。すごい。多分ちょっと困ると思うけど、マジで寂しがり屋。ガチ。私、これ私いつもお茶屋があるんですけど、カフェも一緒に買ったんですよ。その時に、なんかいちいち報告してくれる。全体っていうか、マジでグルメジの動画ってイメージめっちゃ変わるよね。話し方めっちゃ丁寧にならない？私たちは予測しました。なのでその中でもやっぱり AI 化であったり、その効率化の部分、オンの時めっちゃ話し方丁寧になるから、そう、こんな感じだったと思った。尊敬語と感情語と何語と何語と何語がね、全部使いこされてるよね。そんなイメージ。はい、じゃあこの後予定があるということで、はい、頑張りましょう。バイバイ。じゃあ私たちも行きましょうか。はい、中原くん夏休みは？夏休みか、基本は8時とか起きて、まあ、9時10時からズームやって、そこから1日ズーム4個5個がデフォルトだったから、うわ、夜8時とか10時に帰ってきて、そこからまた学校のことやって1時2時に寝る。大変。てか、なんでそもそもそんなモチベーション高いの？なんかインターン就活やりたいってよりかは将来像に近づきたい。なんだろうな、人の人生の最適解を見つけて導けるような人になりたい。それなんか現体験があるの？それこそまあ普通に
ちっちゃな経験たくさんあるけど、うん、まあ、生徒会もそうだし、うん、今までやってきたインターンの経験とかもそうだし、うん、自分が何か助けて喜んでくれる時とかがすごい幸せ感じてて、うんうん、それを人生かけてやっていきたいなって思うから、うん、いい人あどす人にとって一番いい道とかさ、選んで導けるようになるためにはそもそも自分が力ないと無理じゃん、うん、そんぐらいの人間性とかスキルもないとダメだから、そういう人を目指してる。ありました。そう、頑張ろうね。休憩した分今日も一日頑張ります。うん、じゃあ次ミーティングだもんね。次ミーティング、うん、オッケーオッケーオッケー。じゃあミーティング向かいましょう。はい、インターンの会議か、何時から何時まで？6時かな。6時から？6時からまあ 2,3 時間。おお、わ、頑張れ頑張れ。今日は一日中ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。お疲れ様。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。